えー、本日はお忙しい中、えー、お集まりいただきありがとうございます。えー、この度のアニメ「銀魂の失態につきましてあー、関係者を代表しまして、主役の私、坂田銀時が、えー、謝罪と釈明会見を行いたいと思います。えー、まずは、あの完結しなくてすみませんでした 質問よろしいですかあはいどうぞあのまずは今回の事態に至った経緯を教えていただきますいおい泣くのはえよまだ何も聞いてねえよ私は劇場版が興行収入17億もいくなんてファンの皆なには本当に感謝の気持ちでいっぱいだ、ね。<laughs> でもまたスーツ着た 彼の亡者ともに目をつけられそうかと思ったら突然サンライズじゃなくなってるし B に至っては女遊びがやめられずでもね皆さんに何をわかるって言うんですか B の何をわかるって言うんですか何言ってかよくわかんないんですけど今謝ったんで銀玉再開します。ーす